カメラマンの石山です。今日は6月の25日金曜日ですね。久しぶりにですね、ちょっと買い物をしました。富士フイルム FX マウントなんですけども、この七光晶の 12mm、2.8 ですね。これね、ちょっと開封してみたいと思います。まだ私も全く見ていないので、どんな風になっているのかなという感じなんですけども、金額はですね、かなり安かったです。2万6000円台なんですけども、ポイントがねちょっと溜まっていたというところで、量販店さんのねポイントを使って、実質は1万5000円ぐらいで買えたという感じなんですけども、どうしてもその15-45mm が一番ワイドになるんですけども、もう少しワイド欲しいなっていう時にどうしてもですねなかったので、小さくて明るくて比較的こうワイドっていうところで探していると、これが一応これならもしかしたらいいかもしれないなっていうところで、今ビニールね外しましたけども、こんな感じなんですけども、どんなレンズなのかなっていうのをまだしっかりとね実は見ていないというところなんですけど、仕事に使うということはなくて、自分のそのプライベートで好きな写真をね、風景写真とか撮りたいなっていう時に使うための、レンズになります。中ねこうやってちゃんとクッション入って、小さいですね、かなり小さいです。しっかりと上に入ってます。ちょっとデメキン、このピントの動かすのもですね非常に滑らかです。スーッと気持ちよく動きますね。で、絞りは外についてます。クリック感がなくて無段階にこう変更していけるタイプのあいつですね。あの3分の1刻みとかではなくて、無段階ですね。 F2.8 から4のところが少しこう幅がありますけども、そして8-16ぐらいになるとね、結構ちょっと間隔が狭いっていう感じですね。暗いところでするには、確認するにはちょっとライト必要になりそうだなっていうような感じなんですけども、基本的には4-5-6ぐらいを使っての撮影になるのかなという感じです。なんかねすごい小さいからね、でも意外とこう必要というかずっしりとした感じでなかなかいいかもしれません。はい。そして後ろ玉がですね結構小さいですね。こんな感じですね。前がこんな感じですね。で、使うカメラは富士フイルムの、私の場合は XE3 を使ってます。今ね15-45をつけてますけども、これの代わりに今ちょっとつけてみたいと思います。はい、こんな感じですね。なんかね見た目のバランス悪くないですね。こうおしゃれな感じしますね。マニュアルフォーカス、オートフォーカスはありません。なのでマニュアルフォーカスだけになります。マニュアルフォーカスもですね、結構ねこの数字がこういうふうに、普段は多分このぐらいのところを使っての撮影が一番多いんじゃないかなっていう、2m、こんなもんなんですよね。だから基本的にこのちょっと戻したぐらいのところで、スナップしていくっていう感じでピントは来るんじゃないかなと思います。
覗いた、あ、でも結構ね、歪みはですね、意外とないかな。まっすぐちゃんと見えてますね。タルシューサ、糸巻き収差か、タルシューサ、なんかそういうのが、収差はですね、なんかなさそうな気がします。意外といけるんじゃないかな。まあこんな感じでね、やれるので、ちょっと、いろいろとね、明日かな、今日の夕方かな、撮影してみようかなというふうに思います。はい、夕方にですね、ちょっとだけ撮影に出かけてきました。このレンズね、使い勝手はどうなのかっていうところなんですけども、まあ意外とこの重量があるので、ずっしりとした感じはね、あります。そして写りなんですけども、写りはね、ちょっと正直まだわからないです。ちゃんとね、選べたか、被写体選びながら撮れたかっていうと撮れなかったので、まあそこはちょっとこれからもう少し時間をかけて少しね、しっかりと撮りたいなと思います。まあでもね、見た目がすごくこうおしゃれなんで、この感じはいいですね。まあ一番はね、写りがどうかっていうところなんですけど、まあこのサイズ感とかそういうのはね、結構いいかなと。で、思ったよりは重いので、前がこうクッとなります。そしてですね、使い方としては、まあ、完全なマニュアルですね、マニュアルフォーカスのマニュアル露出っていうふうになるんですけども、普段は絞り優先オートにして、で、まあ、時と場合にもよりますけども、ISO オートにもしながらもう撮っていたりするわけですけども、この場合はですね、シャッタースピードも自分で任意に決めながら、ISO 感度も、オートにしてもね、あまり意味がないような感じなので、200、400と、まあ、その時その時でね、合わせていって、まあ、だから、絞りいくつにして撮ろうかなっていうのをまず決めて、覗いて適正露出を探すのにシャッタースピード、まあ、あまり低速になるとね、ブレちゃうんで、今日の場合は、まあ、60分の1、125分の1、180分の1ぐらいのところで、56から8、まあ、4、5、6、8ぐらいを使ってちょっと撮っていたんですけども、で、ISO、で、それで間に合わないときは、ISO 感度をちょっと上げていったりとかしながら撮ってたっていう感じですね。まあ、だから、撮影するときにやることがたくさんあるので、さっさと撮る感じではないかなっていう感じです。まあでも、こう、歪みがね、そんなに出てこないので、まあなんとなく、ちょっと面白いかなというふうに今思ってはいます。まあこれからしばらくこのレンズもですね、使いながらスナップしていこうかなというふうに思います。またね、そういうので、街の中とか郊外でもそういう写真が撮れれば、また見ていただければなと思います。ということで、ありがとうございました。